ドイツ国内でのマイン川の一マイン川は、ドイツを流れる河川の一つである。バイエルン州に水源があり、ドイツ国内を東からフランケン地方を抜けて、西に横断し、ヘッセン州を抜けた後マインツでライン川に合流する。全長は524キロ。ライン川右岸の支流中、最長の川である。流路は中央ヨーロッパの大きな河川としては珍しく、東から西に向かって流れる。 川筋に沿って、フランケンの中引く産地、歴史的な小都市、ビュールツブルグの独特なシルエット、フランケンワインの産地が点在する。河口のすぐ上流には、多くの橋が架かり、フランクフルトの中心街を結んでいる。マインツ旧市街の向かい側、ビースバーデンのマインツコス地区でライン側に合流する。マイン側周辺の地形図ズマイン側は、バイエルン州とヘッセン州を流れ下る。 ベルトハイム付近では約2 5キロメーのアイダバイエルン州とバーデンビュルテンベルク州との宗教を成している。この他のドイツを流れるマイン川よりも長い川、例えばドナウ川、ライン川、エルベ川、オーダー川、モーゼル川はいずれも水源、または河口がドイツの国外にあり純粋な国内河川ではない。このためマイン川は ドイツ国内最長の川と呼ばれることがある。この故障は間違いではないものの注意が必要である。ベーザー川は一般にベラ川と古田川が合流した後の4 5 2トルを指し、マイン川の長さ5 2 4トルには及ばない。しかし、ベラ川も古田川もどちらもドイツ国内を水源とし、ドイツ国内を流れる川である。 より長いベラ川を計算に入れると、有水地点から川口までは、長さ 744km の国内河川となる。一方、マイン川は、同様により長い経路となるレグニッツ川及びペグニッツ川を、合計しても、その総距離は 567km であり、ベラ川ベーザー川には及ばない。マイン川は、バルテ川とそのシ流ネッツェ川と並び、 東から西へ流れる中央ヨーロッパには、稀な河川である。中央ヨーロッパの大部分の川は北に向かって流れ、ドナウ川だけが西から東へと流れる。マイン川とその支流の流域面積は27,292キロ平方メートルで、フランケン地方の広い地域、バーデン地方北東部、ヘッセン南部が含まれる。南部はドナウ川の流域となっている。 両者の境界はヨーロッパの主要分水海である。白マイン川の数百メートル南にはフィヒテルナーブ川の水源がある。この川はナーブ川を経てドナウ川に注ぎ、国海へと下っていく。マイン川の平均水流は195メートル S でアーレ川、モーゼル川に次ぎ、ライン川支流中3くらいの流量である。マイン川はバンベルクから388キロメートルが 航行可能で、さらにラインマインドナウンガで、エルランゲンニュルンベルクを経由し、分水嶺を超えて、ケールハイムでドナウ川に接続している。特に、フランクフルト周辺のラインマイン産業、集中地域には多くの大規模な河川港がある。マイン川に沿って、マイン遊歩道やマイン自転車道が走っている。マインという名前は、ケルトゴ起源である。この川は、モイン、または、 モギンと呼ばれていた。紀元前一世紀にやってきたローマ人は、例えばダイプリニウスの博物誌やタキトゥスのゲルマニアには、ラテン語化したミナスという名前で記述している。似たような名前の川はアイルランドやイギリスにある。名前の起源には多くの説がある。一つはインドヨーロッパ語族の古語で、水を意味する名に由来するというものである。同様の例としては、 沼地を意味するラトビア語のマイナ、リトアニア語のマバがある。別の説は壁や柵を意味するというものである。ラテン語でモエニアは円形の壁を意味する。中世には多くはモイン、またはモイナと記録されている。メインという名前が初めて現れるのは14世紀である。マイン側は緩やかに蛇行を繰り返しながら、東から西に向かってオーバーフランケン、ウンターフランケン、 ヘッセン南部を流れ降り、バイロイト、クルムバッハ、バンベルク、シュバインフルト、ビュルツブルグ、アシャフフェンブルク、フランクフルトアムマインといった都市を通って、マインツ近郊のマインシュピッツェでライン側に注ぐ。マイン側は特にウンターフランケンでは人口密集地を流れるが、アシャフフェンブルクから川口までのウンターマイン平野は、ほぼ完全に産業集中地帯及び交通路。 ラインマイン地域を形成している。以下、流路を上手で色分けしたいつつの部分に分けて、衝術する。白マイン川の水源マイン川には、2本の短い、源流、白マイン川と赤マイン川がある。長さ4 1トルの白マイン川は、マイン川右岸、すなわち北側の源流である。この川は、バイロイトから北東に、直線距離で2 0トル フィヒテルベルク北西のフィヒテル山地に流出する。標高1 2 4メートルの奥前コプフ山の東、斜面、海抜887メートルの地点に、河口岩で作られた水源がある。標高679メートルに位置するビショフスグリュンが、白マイン川が初めて通過する町である。この生まれたての川は、薬泉のベルネックや死都海柔道院で知られる。 ヒンメルクロンを抜け、プラスセンブルク城をいただく、ビール町クルムバッハに至る。白マイン川の水源地域は白身がかった、花崗岩からなっており、このため水が白っぽく見えることから、この名がついた。全長7 3トルの赤マイン川は、マイン川砂岩、すなわち南側の源流である。この川は、バイロイトの南1 0トル 黒い線の西5キロメートルのフレンキシェアルプに流出する。その水源はヘルラスロイトからわずか2キロメートル北西のリンデンハルトの森の中にある。この生まれたての川が流れる堆石岩でできたローム室の土壌が水に赤い色をつけ川の名前の由来となった。ヘルラスロイトが赤マイン川が初めて出会う小集落で黒い線は初めて出会うより大きな町である。 赤マイン川はこの後、オーバーフランケンの中心都市で、リヒャルトワーグナー祝祭音楽祭で、世界的に知られるワイロイトまで北に向かって流れる。川筋は何度も蛇行しながら、狭い谷を北西に向かって進む。二つの源流は、クルムバッハの西の外れにある死体年ハウゼン、上付近で合流する。ここが、マイン川の出発点である。ただし、他の多くの川と同じく、 川の距離のカウントは、ここが出発点ではなく、ここがゴールとなる。マイン川の利点は、川口から遡って、計測、表示される。水源からバンベルクまでは、オーバーマインラントと呼ばれる。二つの源流が、クルムバッハの死体年ハウゼン状付近で合流して、誕生したマイン川は、フレンキシェアルプ北辺の狭い谷を西に向かって流れる。 源流沿いのバイロイトやクルムバッハを別にして、マイン川はこの皇帝で、初めてよく保存された歴史的な佇まいを持ついくつもの、小都市に出会う。カロリング町の城を持つブルククンシュタットや町の防衛施設の一部が残るリーヒテンフェルスなどである。ブルククンシュタットで、左岸から合流してくる支流は、名前をバイスマイン川という。城マイン川と混同しやすく注意が必要である。 14聖人聖堂、リヒテンフェルスと川沿いの次の町であるバートスタッフェルシュタインとの間の左岸の丘陵上にドイツバロック様式の最も重要な建築物の一つである14聖人聖堂が建っている。この建物はバルタザール・ノイマン設計の建築である。マイン川流域の特にビュルツブルグ周辺にはノイマンの作品がしばしば現れる。 14聖人制度のマイン川を挟んだマムウ右ン沿いの丘陵に11世紀に創設された、ベネディクト会のバンツ修道院の豪壮な建築がある。バンツ修道院、バート・スタッフェルシュタインは、その上流地域の極端に豊かな文化財の他にも、歴史的な街並みや17世紀から建設された、大規模な木組建築を見ることができる。 また、標高540メートルのスタッフェルベルクは、その岩だらけの山頂平面部分に、石器時代から人が住んでいたことが知られており、紀元前30年に放棄された、ケルトの都市とギリシアの地理学者クラウディオス、プトレマイオスが記録している、メネスカーダがここであると推定されている。バーとスタッフェルシュタインを過ぎると、川は南に向きを変える。多くの川が、 マインに注ぎ込み反乱源を形成する。ブライテン・リュースバッハ付近でウガンカライツ側が注ぎ込むと、その数キロメートル後にはマイン川沿いの文化的博尾バンベルクへ至る。バンベルク大聖堂無傷で残されたものとしては、ドイツ最大の旧市街を有する。この都市は、1993年にユネスコ世界遺産に登録され、一般に知られている。 そびえ立つ巨大なロマネスク建築の大聖堂を中心に都市を形成する核となる建築がマイン川の支流であるレグニッツ川の両岸と中洲に点在して広がっている。その中でも15世紀に建てられた旧市庁舎はレグニッツ川の真ん中に建てられているほどである。レグニッツ川はこの町の郊外でマイン川に合流する。マイン川は、しかし、 この都市の中心部を流れているのではなく、街の北欧を流れている。マイン川にとって、バンベルクが重要なのは、その歴史的、文化的背景の重要性のみではなく、ここにラインマインドナ運河の北端が通じていることにある。この運河は、かなりの距離をレグニッツ川と共有しており、ビシュベルク付近でマイン側に接続する共通の加工を有している。 この川口近くのマイン川の河岸には新しい港が設けられている。マイン川とドナウ川の間の運河は1843年にはすでにルートビヒ運河が開通していた。この運河もやはりバンベルクでマイン川に接続していたのだが運河の川筋に沿って引き船道があり幅の狭い運河を馬が船を引いて行き来していた。この運河は技術的に 時代遅れになっていたことや第二次世界大戦で被害を受けたことから1950年に廃止された。近代的な音楽施策の計画は1920年からすでにあった。1960年にバンベルク側で工事が始まり、1972年にまずはニュルンベルクまでの区間が開通した。これにより人口100万人を数えるニュルンベルク工業地域が マイン川の内陸航行システムに結びつくこととなり、交通状況の改善を印象付けた。1992年に、運河、はドナウ川沿岸のケルハイムまで完成し、両下戦艦の交通が接続された。船での交通が可能となったマイン川は、バンベルクから西に向かって流れてゆく。シュバインフルトまでの間は、比較的直線的な工程である。ここでも、城下町、 エルトマン、木組建築とマルクト広場が印象的なツァイル、マリアブルクハウゼン修道院の町ハースフルトといったロマンティックな小都市が沿岸に並ぶ。リムバッハとツァイルにはそれぞれ有名な巡礼協会がある。マイン側の右岸はハース山地、左岸は主体がバルトである。ハースフルトから約 20km でシュバインフルトに到着し、ここから マインドライエックと呼ばれる区間に入る。マイン側の工程には、それぞれマインドライエック、マインフィーアエックと呼ばれる、目立った特徴がある。マインドライエックとは、シュバインフルト、オクゼンフルト、ゲミュンデンアムマイン間のマイン側を指す。この区間を地図で見ると、頂点を下に、上に開いた逆三角形を描いているのがわかる。シュァインフルト付近まで東から西に流れてきた川は、南に、 流れの向きを変える。三角形の一番南のポイントは、マルクトブライトとオクゼンフルトの間である。この間、マイン川は数キロメートル西に向かい、再び北向きに、これまでと逆行するかのように進路を変える。ゲミュンデン・アムマインからは再び西向きに流れる。マイン、ドライエッグは、特にワイン作りで有名である。フランケンワインの生産地の多くが、 マインドライエックに直接面しているか、あるいはその周辺に位置している。マインドライエックの起点であるシュバインフルトは、かつての帝国自由都市で、後にボールベアリング生産の中心地となった。このため、第二次世界大戦中には、激しい空爆を受けた。シュバインフルトの最も重要な保護文化財である旧、ラートハウスは、南ドイツのルネサンス建築中。 最も素晴らしいものの一つである。グラーフェンラインフェルト原子力発電所の冷却塔、シュバインフルトの数キロメートル下流の左岸に、グラーフェンラインフェルト原子力発電所がある。この発電所の、それぞれ143メートルの高さがある2本の冷却塔は、数キロメートルの範囲のどこからでも目につくランドマークで、ある。ここから20キロメートルほど下った、河口部の頂点に、 コルカ派がある。この町はワイン作りと町外れにあるブドウ畑のマリア巡礼協会で有名なショト市である。マイン川はゆったりと蛇行し山を取り囲むように流れている。ここにあったホーゲルブルク城はかつて河川の高校を取り仕切っていた。蛇行部は途中から船の航行に便利なように運河が設けられショートカットされている。 これによってできた運河と本流に挟まれた島をワイン島と呼ぶ。10キロメートルほど下った砂岸にベネディクト海、ミュンスターシュバルザハ修道院の修道院教会がある。それに続いて右岸に現れるのが、死壁を含み中世風の佇まいを残すワイン町デッテルベルクである。歴史的なワイン取引の町キツインゲン、ショート市、マルクトブライト、豪舎ク奥前フルトが、 マインドライエックの南の頂点部分、すなわちマイン川の皇帝中最も南に並ぶ。マイン川に架かる古い橋とビュルツブルグ旧市街この後、すぐ下流がマインドライエックの変曲点である。ビンターハウゼン、ゾンマーハウゼンを過ぎると、ビュルツブルグである。ビュルツブルグは、フランケン地方で2番目に大きな都市で世界遺産に数えられる歴史的な街並み。 ロマネスク様式の大聖堂、マリエンベルク城塞、バロック様式のレジデンツなど、建築文化史上国際的にも重要な建造物群を有している。衛星都市であるファイツヘイヒハイムには、有名なロココ庭園やビュルツブルグの主教領主の夏の離宮がある。これらの上官施設は、記述のバルタザール・ノイマンの作品である。マインドライエックの西側の皇帝は、 人口密度の低い地域である。ビュールツブルグと北西の角までの間には、カールシュタットとに3の小都市があるだけである。ゲミュンデンアムマインからマインフィーアイックに入る。マインフィーアイックはマインドライエックに隣接する。北に開いた四角形の角には、ゲミュンデンアムマイン、ベルトハイム、ミルテンベルク、アシャフフェンブルクがそれぞれ相当する。 マイン川は、シュペッサルト山地の南部を約1 0 0トルにわたって取り囲んでいる。ゲミュンデンアムマインで、シュペッサルト山地が、マイン川の行く手に立ちはだかり、川は南西に向きを変える。ロールアムマインでロール川が合流するあたりから狭く、森の豊かな渓谷を南に向かって流れてゆく。ローテンフェルス城の上流側に、同米のごく小さな町がある。この町、 ローテンフェルスは人口約1000人のバイエルン州で最も小さな市である。マインフィーアエックの南東角に2つの小都市、マルクとハイデンフェルトとベルトハイムがある。この両都市の間でマイン側は小さな尾根の周りを回るように蛇行する。この蛇行の開始点と終了点の間はわずか数百メートルだが9キロメートルの工程を要する。この蛇行は ヒマルライクと呼ばれている。ベルトハイムでタウバー川がマイン川に合流する。この町の中世の町並みと上市はロマンティックな小都市に恵まれたマイン渓谷の中でも最も見事な町の一つである。ベルトハイムからマイン川は蛇行しながら西に向かう。この辺りではマイン川がバイエルン州とバーデンビュルテンベルク州の宗教を成している。 マインガー左岸のベルトハイムはバーデンに属していたため、右岸のクロイツベルトハイムはバイエルン州だが、主要部分の旧市街はバーデン・ビルテンベルク州に属している。ミルテンベルク旧市街からマイン川を望む。この付近の風景はマインフィーアイックの東側に似ている。城をいただく二つの小都市、シュタットプロツェルテンとフロイデンベルク、この地域では最も古い都市のドルフプロツェルテンの 他にはほとんど町はなく、シュペッサルト山地南部の森に覆われた山のために川は、蛇行を繰り返しながらのたうつように進んでいく。マインフィーアエックの南西の角は、ムト川の河口に面したミルテンベルクである。この歴史的小都市は、その、石切り場で知られている。フランケンフルトやマインズの大規模な中世の教会は、ミルテンベルクのブンテルサガンで作られている。 マイン側の船舶交通を利用してこの石切り場から建設現場まで運ばれたのであった。この町の下流で川は方向を北に転じ右手にシュペッサルト山地、左手にオーデンバルトの両中低山地に挟まれた狭い谷を抜けていく。クリンゲンベルクアムマインやオーベルンブルクアムマインといったよく保存された旧市街を有する小都市がここに点在する。 マイン川沿いの人口密度は明らかに増大していく。ここまで来れば、ラインマイン産業を密集地域は間近である。アシャフフェンブルクのヨハンニスブルク城最後に、アシャフフェンブルクに到着する。この、かつてのマインツ選定校の宮廷都市は、すでに、フランクフルトアムマインを中心とする、ドイツ第二の大都市圏の一部である。アシャフフェンブルクの象徴的建造物である。 ルネサンス様式の上官、ヨハンニスブルク城が、マイン川を平原している。アシャフフェンブルクから川口まで言い換えれば、ヘッセン州のマイン川は、完全に、大都会の中を流れる。数キロメートルにわたって、河しに、建物がない区間などほとんどない。ゼイリゲンシュタトのアインハルトバジリカアシャフフェンブルクから、下流のマイン川は緩やかに何度も蛇行しながら、北西に向かう。 ヘッスン州は、左岸のカロリング町のアインハルトバジリカが残る大変に古い都市、ゼーリゲンシュタットから始まる。対岸のカールシュタインアムマインは、バイエルン州の町である。ゼーリゲンシュタットの旧市街とシュタウフェン町の皇帝の宮帝は、直にマイン側のアゼに接していた。こうした歴史的建造物に対して、この流域の多くをなす新しい時代の象徴する建築は、 ウガンの次の町から姿を現す。カールアムマインには1961年にドイツで初めて建設された原子力発電所がある。その試験反応路は1985年に創業停止となり取り壊された。この他にカールの町では同盟の川がマイン川に合流する。カールはマイン川沿岸のバイエルン州最後の町である。 マインガーウガン最初のヘッセン州の街は、遠くからもその姿を望むことができる、大規模火力発電所である、シュタウリンガー発電所を有するクロースクロッツェンブルクである。その対岸はハインブルクである。さらに数キロメートル下ると、右手にハーナウが現れる。左手はかつては独立市だったが、現在はハーナウの宿に合併されたシュタインハイム地区である。 フィリップスルー以上、近地比川は、マイン川に合流する手前で、旧市街を取り巻くように蛇行する。かつての旧廷所在地で軍の中流都市であった市街中心部は、今ではその面影を見ることはできない。それは、1945年の空襲で完全に破壊し尽くされてしまった。現在は、マイン川最大の港を要する、人口約9万人の工業都市に変貌した。ただし、 郊外のフィリップスリュエ城は川から直接眺めることができる。フェッヒエンハイムの蛇行ハーナウからマイン川は再び西向きに流れ、やがてフェッヒエンハイムの蛇行に達する。マイン川に周囲を取り囲まれた半島上の地域がフランクフルトのフェッヒエンハイム地区で、その対岸は人口12万人の工業と革製品の都市オフフェンバッハである。 オフフェンバッハのマイン川沿いの建物で最も有名なのはイーゼンブルガー城である。フランクフルト、オステント地区の東港この頃には、マイン川はすでにドイツ最大の産業密集地域に流れ込んでいる。フランクフルトのベルゲンエンクハイム地区からフェヒエンハイム地区、オステント地区を通ってマイン南岸のオフフェンバッハまでがそれである。ここに3つの港が設けられている。 オフフェンバッハ港、フランクフルト上港、東港であり、合わせて5つの雪岩壁がある。近年の構造変化に伴い港湾施設の一部は廃止された。オフフェンバッハ港の特定にはビーチクラブができた。オフフェンバッハ関のすぐ下流に、フランクフルト市民の憩いの場であるゲイバーミューレがある。ここは1815年に、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテとマリアンネ・フォン・ビレマーが、 密かにあった場所でもある。フランクフルト中心部を流れる、マイン川。上流から順番に、ドイチュヘルン橋、フレッサー橋、オーベルンマイン橋、古橋、アイゼルナーシュテクこの後、マイン川は、フランクフルト中心部を流れ下る。ドイチュヘルン橋から、マインネッカー橋までは、ドイツで最も印象的な大都会の風景を味わえる場所の一つである。大都会の真ん中を、 橋に広く、都会的な遊歩道を持つ、大きな川が貫いている風景はドイツでは珍しい。大都市内での水を用いた演出という意味では、ケルンのライン下半やハンブルクのアルスター川といった例があるが、フランクフルトに似た例は、エルベ川が流れるドレスデンくらいしかない。高層ビルを背景にした、大聖堂の塔この区間には9本の橋がかかっている。エスバーンと、 ユーバーンがそれぞれ地下で川を横切っている。東から近づくと様々なメディアで馴染み深い高層ビルを背景にした大聖堂や旧市街協会の等の風景を見ることができる。マイン川の右岸には旧市街が一致し、左岸は博物館包みがあるザクセンハウゼン地区である。マイン川の小島の上に古橋が架かっている。レーマーベルクのザールホーフと ザクセンハウゼン地区の3位一体協会の間を歩行者専用橋のアイゼルンシュテクが結んでいる。都市中心部の終わり近くの右岸にヨット専用港として用いられている閉鎖されたフランクフルト西港がある。かつて港湾施設があった場所は新しい住宅や産業地区になっている。ヘヒスト城中心部から数キロメートル下流岸の新田川の合流点近くに現在は フランクフルトの宿となっている古い都市、ヘヒストがある。大司教の上官のルネサンス様式の塔、カロリング町のユスティヌス教会、よく保存された都市防衛施設は遠くからもよく目立つ。ヘヒストの旧市街のすぐ西側のマイン川両岸には、4K 平方メートルの広さを持つヘヒストインダストリー、パークがある。ここは、かつてヘヒスト科学コンセルンの本社があった場所で、 企業専用港のトリモーダルポート、コンテナの積み下ろし場や鉄道施設などがあった。さらに、下流の右岸にフランクフルトの人鳥人間宿が現れると、川は左にカーブし、やがて左手にケルスターバッフが現れる。ケルスターバッフからは、ケルスターバッフ石油鉱沿いに右に蛇行する。石油鉱の後、左岸には貨物船の輸送港がある。右岸には、 ハッタースハイムのオクリフテル地区が姿を現す。ここには小さな貨物港がある。下記だけだが、オクリフテルケルスターバッハ間に人や自転車を運ぶ、私船が運行される。オクリフテル地区に続いて、エッタースハイム地区と同名の席が現れる。アウトバン A3 号線とドイツ鉄道のフランクフルトケルン線の橋を越えると、左手にシェル石油の石油港がある。 風景にわずかだが自然の姿が再び現れる。両岸には木が植えられ、一部は砂の菓子となっており、暑い日には泳いでいる人もいる。ラウンハイム側の砂岸に沿って連邦道 B43 号線が走っている。かつてのラウンハイムの席はヨットクラブウンターマインの所有となり、港として活用されている。この港への入り口に雪岩兵器がある。マインガーウ岸は フレアスハイム市で、ボートクラブの船着き場や、ボートハウスやシェルのタンカーのための港がある。この石油港の対岸、左岸は、アダム・オペル・ AG の本社があるリュッセルスハイムである。川口直前、右岸のホッホハイム付近で、ブドウ畑が思いがけなく現れる。このワインは、ラインガウワイン生産地区に属す、ホッホハイマーワインとして名高い。そして、最後の席である。 コストハイムの席が現れる。マイン川川口マイン川沿い最後の町は、ウガンガ、コストハイム、サガンガグスタフスブルクである。共に1945年までは、マインズの市区であったが、ヘッセン州が行ったこれら市区の分離により、コストハイムは、ビースバーデン、グスタフスブルクは、ギンスハイムグスタフスブルクに属している。ラインに加工は、マインシュピッツェと呼ばれ、 マインツ要塞の対岸にあたる。別の古い川筋はコストハイムの港として利用されており、その間の島はマーラウェと呼ばれている。マイン川の原型はおよそ3500万年前の前進夜の初めにはすでに存在していた。ただし、現在のように東から西に流れていたのはバンベルクまでで、そこからは現在のレグニッツ川、レドニッツ川の川筋を流れ、 アルプスの先山地方に広がっていた海、テチス海へ、アウクスブルク付近から注ぎ込んでいた。1470万年前に隕石の落下により飛来したが、歴の塊によって、現場院川は、トロイヒトリンゲンの北でせき止められ巨大な湖を形成したが、やがてそこから流れ出すようになった。約200万年前の第3期末期まで、 マイン地域は南に向かう川筋によってドナウ川に排水していた。まず、オーバーライン地溝ができたことで、分水海が南東に移動した。これに伴って、まずはマイン下流域がその川筋を西に転じ、やがてマイン中流域もこれに続いた。マイン上流域はドナウ、ギュンツ間表記にハースフルトのコイッパー層を突破し西に向かって流れ始めた。 更新予の始めまでに、マイン川の流路は、全域が、現在のそれと、ほぼ一致する形となった。これ以後、マイン川は、比較的短い期間に100メートルもの渓谷を、刻みつけた。魔氷記と氷記の交代により、比較的幅の広い、平らな渓谷が生まれ、後に狭く深い谷が刻み込まれた。氷記になると冷却風化作用で、大量の岩くずが堆積、魔氷記に、 それが押し流された。こうした気候変動とそれに伴う川の流れの度重なる変化により谷はテラス上の断球となっていった。断球内部で渓谷が埋まっていた現象を観察することができる。ここを信用の末期にはマイン側の渓谷には60メートルにも及ぶ大量の堆積物があった。その原因ははっきりと判明していない。 この堆積物の層は、氷記体感氷記の繰り返しの間もそのままであり、中高深夜の末期以降、マイン側は、これを現在のレベルにまで侵食していった。マイン側の特徴の一つに、マイン側がムシェルカルクの土地とブンテルサガンの土地を流れることに起因する蛇行の多さが挙げられる。マイン側の平均水量は、チワインフルトで112メートル、S。 ブルツブルクで120メートル S、アシャフェンブルクで155メートル S、フランクフルトで200メートル S、ランカワに合流する川口付近で約225メートル S である。ただし、この水量は年間で大きく変動する。最も水量が多いのは1月から3月で、夏の終わり頃が最も少なくなる。1970年代から2000年にかけて、 バイエルン州は、バーレイトンというシステムを構築した。このシステムは、アルトミュール側の水を、マインドナウーンガを介してマイン側流域に送るもので、これにより、水量の少ないレグニッツ側の水量を15メートル、S まで上昇させた。フランケン湖水地方全体では、年間1500万メートルが、フランケン方面、ひいては、マイン側に振り分けられた。バーレイトンは、 バイエルン州の推理経済上最大のプロジェクトであった。このプロジェクトは1970年にバイエルン州議会の全会一致で決議された。これに対して批判者たちは環境への有料を表明している。彼らはバーレイトンがドナウ川水系からライン川水系へヨーロッパ分水海を越えて大量の水を移動させることは自然界の水分平行に許容し得ない多大な 干渉を及ぼしていることだ、と主張している。このプロジェクトの支持者らは、このシステムは、特に水量が減る火器の水質を改善するなど、マイン川の環境改善に寄与し、アルトミュール川及びドナウ川の洪水の危機を軽減するものであるということを強調している。20世紀に入るまで、マイン川は、中央ヨーロッパでも魚の豊かな川であった。 工業化が推進され人口が増加するにつれ水質は悪化していった。汚水処理施設の建造は、例えばフランクフルトでは1882年以降、進んでいなかった。第二次世界大戦後、それまで川に設けられていた水浴場が次々に閉鎖されていった。1960年代には川に魚の死骸が浮き、1970年代の水質検査では、 水質クラス3から4という評価を受けた。ウンターマインでの汚染のピークは1976年の夏であったと言われている。そうした中、フランクフルトの生徒たちが行った実験が一大センセーションを巻き起こした。生徒たちは金魚を水質を測るモニターとして利用し、フランクフルトの様々な場所から採取した川の水で飼育を行った。その結果、ヘキスト社より、 下流側で採取した水の金魚が死んでしまったのだ。自治体も企業も汚染処理施設を改良あるいは新設し、企業排水の改良に配慮がなされた結果、水質は徐々に回復していった。バイラジスケングセジットでアフリスジワッサーインヘッセンの活動報告によれば、マイン側のヘッセン州内全域における2000年の水質レベルはクラス2という評価であった。残された負荷は、 上流域の排水の多くの部分、例えば大量の降雨や農業排水に起因する負荷であり、これを軽減するのは難しい。それでも、マイン川の水浴びは微生物による感染の可能性が排除できないとして、引き続き警戒が呼びかけられている。2004年にはトライアスロガイアンマンジャーマニーを、それまでのランゲナーバルト勢に代わってマイン川で行うために、 オフフェンバッハ関とグリースハイムの間に10万メートルの飲料水を投入して一時的に水質を改善することで水泳の競技場としようという議論がなされた。一般大衆を含め広い議論が行われたがこのアイデアは未だに実現してはいない。19世紀までマイン川は動植物種の多い川であった。川沿いの多くの町や村では中世以来、 例えばフランクフルトでは945年以来、漁師のツンフトが組織されていた。しかし、船舶の航行に必要な河川回収により、記述の通り、水質汚染が生じ、これに伴って、魚の種類が減っていった。例えば、ウンターマインでは30種から35種類ほどいた。魚が4種類にまで激減した。産業としての漁業は機能停止に陥った。 水質改善とともに元来そこにいた魚たちが戻りつつある。しかし、それは彼らが生き延びたというわけではなく、飼育放流されたものである。魚類環境上、マイン川はブリーム地域あるいはバーベル地域に属す。観察できる魚類はヨーロッパウナギ、バーベル、ブリーム、チャブ、パーチ、シルバーブリーム、デイス、ノーザンパイク、コイ、ネーズ、 アスピウスアスピウス、ローチ、ラット、天チ、ブリーク、ヨーロッパオーナマズ、パイクパーチである。一方、まだ戻ってきていない魚もあり、大西洋酒とチョウザメが、その代表的存在である。2020年までに、ライン水系に酒が生息で来る、生活環境を回復することを目標とした、ロックス2020というプロジェクトが創設された。その活動は、 河原の草地や川筋を改良し、適切な産卵場所を設けようというものである。マイン川水系での、こうした場所には、以前酒が生息していた川、例えばローダッハ川や金追ヒ川が候補になっている。マインドの運河が開通した1992年以降、約20種類のドナウ水系の魚が、マイン川に生息場所を拡大した。その中には、例えば、モツゴ、 チューブノーズゴビー、アウピウスアスピウス、ビムバブリーム、ホワイトアイブリームがある。小川コマドリマイン、川上流域の草原は、川セミ、コチドリ、小川コマドリ、ヨーロッパ中飛、川トンボ科のトンボなどの珍しい動物の生息地になっている。自然の川床に戻すなどの試みがなされ、地域を超えた重要な生物保護が始まっている。1992年のヨーロッパ、 動植物生息地指令により、連邦政府は、保護地域に指定された地域の環境状況や危機に、禁止している動植物の生息地について、ブリュッセルに報告することを義務付けられた。政府の提案により採択された地域は、EU の蝶類保護指針に報告された、蝶類保護地域とともに、ヨーロッパ自然保護地域システムナトゥーラ2000を、形成することになった。バイエルン州は、 こうしたプロジェクトの枠組みの中でマインカー沿いの地域もいくつか報告している。例えば、カウエルンドルフからトレプガスとの間のマイン側の草原や石灰石の斜面、タイゼナウからリヒテンフェルスの間及び、シュタフフェルシュタインからハルシュタットの間のマイン渓谷、エルトマンとハースフルトの間の草原がそれである。2005年2月の洪水、ビュルツブルグ何世紀もの間には、 甚大な被害を与え、人命を奪った、マイン川の氾濫が数多く記録されている。ビュルツブルグやフランクフルトのマイン川に架かる橋は、洪水により何度か破壊されている。中世の記録は途切れ途切れでバラバラの記録であるが、17世紀以降の大規模な洪水に関しては、記録文書と測定値が残されている。ビュルツブルグには、14世紀にビュルツブルグを襲った、 最も激しかった洪水の記録がある。洪水の被害範囲はそれぞれ全く異なっている。例えば、2003年1月の洪水では、ビルツブルグの水位計測所では1995年1月の洪水よりも約30センチメートル高い浸水があったが、フランクフルトはギリギリのところで洪水の難を逃れている。フランクフルトアムマインでの平均水位は、 水系のゼロポイントから177センチメートルである。水位が300センチメートルになると船舶の航行が制限され、370センチメートルですべての船舶の航行が禁じられる。さらに水位が上がると堤防を越えて浸水が起こる。こうした浸水は平均3年に1回起こっている。 フランクフルト市内の建物の壁につけられた洪水の水位1826年以降、フランクフルトにおける水位は、最初は物理学協会によって、1845年からは市の測量局によって常時測定されている。19世紀には浸水のあった年が40回あった。多い年には2回、1845年には3回も浸水に見舞われている。 規模の大きな浸水は以下の通り。20世紀から21世紀には浸水に見舞われた年は35回あった。総じて前側の河川改修に伴い側が深くなった後は洪水の減少が認められる。何世紀も前の時代には遥かに大規模な洪水が伝承されている。記録されている最悪の氾濫は1342年7月に、 起こった、いわゆるマグダレーな洪水である。この時は、バイスフラウエン境界の1.71メートルのジベン州の高さまで水があった。これは、現在の水位では7.85メートルに当たる。この他の歴史的な洪水は、以下の通り、マイン川の氾濫は、もっぱら陶器に起こっている。また、雪解どけ時どの降雨の後にも起こっている。前世紀以前は特に、 溶け出した氷が流れ出すのと洪水が同時に起こり甚大な被害を及ぼしたことが、例えば1306年、1784年、1882年の記録に見られる。19世紀の終わりまで、ライン川はおよそ2年に一度の割合で、一番早くは11月、遅い時は1月に全域が氷結していた。この氷は1月末から3月末に割れる。 こうして流れ出した氷が、橋や堤防に、しばしば甚大な被害を与えた。最も長く凍結していたのは1768年で79日間で、あったが、ゲーテが、復活祭の散歩で、春の恵みある、物呼び覚ます目に見られて、大河にも祭流にも、もう氷がなくなった。と書いているように、東部ではこれよりも長かったと推測される。20世紀になると、 河川改修や発電所あるいは工業排水の影響で水温が上昇したため、現陶期でも氷結することはほとんどなくなった。フランクフルトで最後に氷が見られたのは1962年から1963年にかけての冬であった。上流部では、これ以後も特に厳しい寒さの年、例えば1984年から1985年の 冬や1995年から1996年の冬には川が凍結し船舶の運航が停止された。氷のために船舶の運航が妨げられたのは2002年1月、2006年の1月から2月にもあった。クリンゲンベルクを描いた1655年の地市の挿絵、船を馬が引いている様子が描かれている。すでにローマ時代にはマイン川は 水上交通路として利用されていた。アウグストゥスやティベリウスによって、ローマ帝国が拡張していった時代には、マイン川は北ドイツのリッペ川と共に二つの主要な、ゲルマニア侵攻ルートの一つであった。マイン川が、ライン川に注ぐ河口の向かい側に、ローマ人がマインツを築いたのもこの川筋が、戦略上決定的な重みを持っていたためである。小さな支流の似た川沿いにある、 ローマ人の入植地であるニーダからボートの港跡が発見された。日田川やマイン川を介してライン川右岸のキビタス東年ジームとマインツの間で商品の輸送がなされていた可能性がある。出土品からも文献からも中世にはマイン川の航行が重要であったことがわかる。多くの入植地が荷物の積み下ろし及び小取引かあるいは 通行税徴収によって発展した。カール大帝は、マイン川とドナウ川の間に運河を設けるプロジェクトに固執した。しかし当時は、技術的な困難を克服することはできず、この計画は頓挫した。この時の、ホッサ、キャロライナの跡が、トロイヒトリンゲン付近に見られる。中世の船は、排水量10から20トンで、1日に100キロメートルほど航行することができた。 船の操舵は竿か、引いてもらうかしかなかった。そこで3 0トルほどの間隔で宿営地が設けられた。夜間は航行が許されなかったので船乗りは岸辺につけなければならなかった。1628年のフランクフルト港の様子12世紀からフランクフルトとマインツの間にマークチフという定期船が運航し始めた。 14世紀からは2隻の船で1日おきに上り降りするようになった。この船は人や貨物あるいは郵便を運んだ。フランクフルトのファール島甘いを毎日10時に出発した。マインツまでの所要時間は約7時間から9時間ほどであった。1391年に皇帝ベンツェルはマークチフに関する裁判権を自由としマインツに与えた。 また1474年には、マークッチフに対する権利は、マインツ選定校が有していた。フランクフルトは、マークッチフに対する権利を喪失したのである。定期戦であるマークッチフに対して、自由航路はどちらかといえば、あまり重要ではない。1337年以後、フランクフルトには、船員のツンフトは存在しなかった。少数の船員たちは同時に、果実商人でもあった。 1602年から春から秋までの間、ハーナウからフランクフルトへのマークチフが運行されることになったが、この権利はハーナウ博が有していた。19世紀の鉄道の普及は当初マイン側の船舶輸送の低落を招いた。蒸気船が採用されたとはいえ、それは積載量船セントナーの小型船であった。19世紀の中頃、ライン側には、 積載量一万六千0 0ントナーの船が航行しており、マイン側への輸送の際には、スミニオ・マインツまたはグスターブスブルクで移し替える必要があった。その上、季節ごとに川口付近が砂で浅くなってしまい、船の航行がしばしば妨げられた。ビースバーデンへのタウヌス鉄道、フランクフルト・ハーナウ鉄道、マインツへのマイン鉄道が開業し、マイン側の船舶輸送は、 それまで年平均20万トンほどであったのが劇的に減少し、最低を記録した1879年には9万3400トンにまで落ち込んだ。同じ年に鉄道でフランクフルトに到着した貨物は140万トンに及んだ。マイン側の運河家と西港海港のポスターフランクフルトの上級市長、マムフォン・シュバルチェンシュタインの主導で、マインツとフライクフルトの間に、 長さ 36km のマイン側のバイパスとなる運河を掘削する計画が1868年に提唱された。この計画は何度も修正がなされ、結局1875年にマイン側自体を運河化し、水位を 1.5m かさ上げして 2.2m とすることでマイン側の船舶輸送に間に合うと判断された。 1882年から1885年に、マイン、川下流域のマインツから、フランクフルトの間に5つの席が建設された。1886年には、マイン川北岸、フランクフルト西部に大規模な港、ウェストホフンが開港した。同時に、その対岸には、コールホフンが設けられ、1912年まで稼働していた。 1905年までの西港の貨物取扱い量は156万5000トンで、その半分がルール地方からの石炭やコークスであり、帰りには砂や玉砂利が運び出された。西港は落成の10年後には、すでに過負荷になっており、1912年には、これよりも明らかに広大で、新しい港、オストホフンが開港した。1920年代になると、 水門施設を有する5つの席だけでは、マイン川を航行する船舶をさばききれなくなった。このため1927年から、水力発電の機能と大規模な水門施設を有する3つの、席が建設された。フランクフルトの街並みを背景にしたマイン空に施行。建設後も、船舶交通の90%は、ライン方面への交通であり、当時はまだ運河が完成していなかった。 オーバーマイン方面への船は10%程度に過ぎなかった。この小さな輸送キャパシティを改良するために、マインツ市民とバイエルン王国は、マイン決定株式会社を創立した。この会社は、エルベ川やネッカー川ではすでに行われていた、鎖形陰線をマイン側に導入する会社であった。川に流れに沿って、鎖が設けられ蒸気ボートがこの鎖をたどりながら、 速度時速5 k m r で川を登っていった。この蒸気ボートは10層ほどの小舟を栄光することができた。1886年8月7日に、この鎖搬送システムはマインツア・アシャフフェンブルクの区間に設けられた。1891年には3層の蒸気ボートがマイン川を行き来していた。その後、鎖搬送システムは1893年に、 ミルテンベルクまで1903年にキッチンゲンまで1908年にはバンベルクまでと次第に延長されていった。しかし、この鎖牽引線は結局主流にはならず、一つのエピソードとして1920年代に創業を停止した。鎖システムは1940年まで川に付設されたままであった。現在のマイン川の水運牽引線の導入と、 並行して、関の建設による、マイン川の運高は推進されていった。拡張は何段階ものステップを経て上流へと伸びていった。1901年に、フランクフルトからオフフェンバッハ港までの拡張がなされ、同時に、フランクフルト東港の建設が開始された。この港が創業を開始したのは、記述の通り1912年であった。1921年には、 アシャフフェンブルクまでの区間が運河化され、1949年にはビルツブルグ・バンベルク間のオーバーマインへの拡張も開始された。歴史的な橋梁やマリエンブルク城塞がある目前の水路にビルツブルグ水門を建設することは大きな挑戦であった。1962年5月29日にバンベルクまでの拡張工事は完成した。 バンベルクでは西ヨーロッパの水路とドナウ川とを結ぶマインドナウ運河が運用開始された。マイン川の石地図マイン川の高校水路に指定されている全長 388km、標高差 147m の間にはバンベルク近郊のフィーレトからマイン川、川口までの現在34の石が存在する。石は 5km から 19km の間隔で、 設けられている。肛門のサイズはそれぞれ長さ300メートル、幅12メートルである。コストハイム、エッタースハイム、グリースハイム及びオフフェンバッハの席にはそれぞれ2つの肛門があり、それぞれ長さは約340メートル、幅は一方が12メートル、もう一方が15メートルである。また、すべての席に魚が遡上するための魚手が設けられている。 これらの席の総水力発電量は172.55メガワットである。以下にすべての席の概要を示す。キッチン源付近のマイン川。ビュルツブルグの古い橋から上流方向を望むオフ,フェンバッハを流れるマイン川。グリースハイムの席コストハイムの席川口とビュルツブルグに近いレンクフルトとの間の年間平均水深は2.90メートル。 マイン側のこの区間には長さ185メートル、幅11.45メートルまでの船や橋家が航行できる。ここはヨーロッパ水路のクラス VB に分類されている。ビュルツブルグとマインドナウンガの間は2010年までに深さ2.50メートルから2.90メートルに浚渫される予定である。これによってこの区間は水路クラス場に適合することになる。 この区間をこれよりも長い船や橋家が通行するには特別な許可が必要である。フォルカハ付近には水門があり、ガーラハハウゼンへの運河の水量をコントロールしている。ギンスハイム・グスタフスブルクのマイン川鉄橋との多くの河川と同様、マイン川沿いには船を引くための道があった。河川沿いはその周辺よりも村落が発達しており、さらにマイン渓谷周辺は 山地の多い地形であることからマイン側の河岸には交通路が形成され現在でも鉄道や近代道路に利用されている。鉄道はマイン渓谷の大部分を東西に結んでいる。ただし幹線はマインドライエックやマインフィーアエック部分では支流を経由してショートカットして結んでいる。マイン側はその全域にわたって連邦道路が並走している。これは 二つの源流も例外ではない。赤マイン側は黒い線からバイロイトを経てクルムバッハまで連邦道 B85 号線が並走している。白マイン側は水源からわずか100メートルの位置で連邦道 B303 号線と出会い、ウンターシュタイナ浜で並走する。この町からは B289 号線がクルムバッハまでこれを引き継ぐ。これらの道路は リヒテンフェルスで合流し、セトリッツからバンベルクまで B173 がマインガー左岸を走る。バンベルクからシュバインフルトまで B26 号線がエルトマンで左岸から右岸に場所を変えながら並走する。マインタールアウトバーンとも呼ばれるアウトバーン A70 号線もバンベルクからシュバインフルトまでマインガー沿いに通っており、バンベルク近郊、エルトマン、シュバインフルトで川を渡る。 シュバインフルトの下流では、ところどころ、貸しに道路のない箇所がある。B26 号線は、マインドライエックソイの回り道を取らずに、直接カールシュタットに通じており、これと交差する B19 号線は、マインドライエック中央部を、水線上に通り直接ビュルツブルグへ向かう。奥前フルトから、再び連邦道が、マインガーウガンに現れる。ビュルツブルクまでは、 B13 号線、カールシュタットまでは B27 号線、ロールまでは再び B26 号線である。集落の少ないマインフィーアイックの東部及び南部は、修道がこれを結んでいる。ミルテンベルクからアシャフフェンブルクまでは、連邦道 B469 号線がマインガーサガンを走る。アシャフ,フェンブルクからハーナウ及びフランクフルト市内を経由して、 フランクフルトヘヒストまで、マインウガンを連邦道 B8 号線が走っている。また、この道からハーナウで分かれる、B43 号線はオフフェンバッハ及び、デュッセルスハイムを経由してマインツまで時折、マイン側から離れながらも、その左岸を通っていく。対岸のウガンは、連邦道 B40 号線がハッタースハイムから、マインツまでのマイン側最後の数キロメートルを、結んでいる。 税理元下とのフェリー発着所へヒストのフェリー過去40年の間に不採算性から多くのフェリーが撤退したにもかかわらず、マイン側には12のフェリーが残っている。これらのフェリーは地方自治体から維持運営のための補助金を受けて運営されている。多くのフェリーは自家用車やトラックを規定積載量まで積んで運行しているが、中には人と自転車のみを運ぶフェリーもある。 フェリーは、交通上、地元の人々には重要な機関である。特に農業従事者には、橋までの 20km を迂回せずに済むことで、大きな利益がもたらされている。フレンキシェザーレ川越しに望むザーレック城。ニュルンベルク市内を流れるペグニッツ川。タウバー川の下半から、ローテンブルクオップデアタウバーを望む。マイン川の最も長い支流は、フレンキシェザーレ川、タウバー川。 ニッタ川、キンチヒ川、レグニッツ川である。レグニッツ川は、その源流であるペグニッツ川と合わせると1 7 3トルと、最も長い支流となる。さらに、ペグニッツ川沿いには、マイン川の支流沿いの都市の中ではずば抜けて、大きな都市、ニュルンベルクがある。クールベ作、フランクフルトの長望1859年の、カールフリードリヒミリウスの作品。 フランクフルトの生産未一体協会付近。ライン川やモーゼル川とは異なり、マイン川が死に歌われることは稀であった。それでも長い時代の中で、マイン川を読んだ大変に有名な詩がいくつか作られた。代表的なものとして以下のものがある。これに対して、マイン川を扱った三文作品、特に気候文やエッセイは大変たくさんある。 マインガーを示すいくつかの因縁で呼ばれている。例えば、白ソーセージの赤道、マインセン、ドイツ帝国の坊主通りなどである。マインガーに関する3文を残した作家としては、ビルヘルム・ハインリヒ・バッケンローダー、ルート・ビヒ・ティーク、ハインリヒ・フォンクライスト、クレメンス・ブレンターノ、フリードリヒ・シュトルゼ、ルドルフ・ゲオルク・ビンリンク、アルフォンス・パクエット、エーハ・デムスキーらがいる。多くの画家たちも、 この川をその作品に描いている。例えば、コンラート・ファーバー、マテウス・メイリアン、デモニコ・クワグリオ、ギュスターブ・クールベ、マックス・ベックマンらである。マイン川の古い写真では、カール・フリードリ・ヒミリウスの作品が結出している。以上、すべて、ドイツ語サイト。ありがとうございます。